いを受けようかな。これならきっと大丈夫。ソフィーちゃん、よろしくね。そうそう、これで依頼を受注したことになるわ。やってみると簡単でしょ。依頼の内容と今回の場合はどこでその魔物を見つけられるかも依頼書に書いてあるから。依頼内容を忘れちゃったらいつでも依頼書を見返して確認してね。それじゃあ行ってきます。売れないんだよね。草原はいいですね。草木に隠れてない分、素材も見つけやすいですし。
行くよ。楽勝楽勝。植物は採取した後が大切です。えい、腐らせない前に持ち帰らなければ。てやっ、えい、食べられる蜂の巣って高級品なんだよ。これ、食べられるやつかな。これこれ、食べられるキノコも食べられないキノコも錬金釜に入れちゃえば問題なし。素材が手に入りました。てや、植物ってちょっと苦手なんだよね。小さい虫がついてることあるし。よいしょ。キノコにもだいぶ詳しくなりました。錬金術をやっているおかげですね。キノコかわからないときはいろいろまとめて詰め合わせとして売るんだよ。これこれ、ウニの採取は注意してください。てや、刺さると痛いですよ。てや、蜂の巣は素材として優秀です。ありがたくいただきましょう。錬金釜に入れちゃうんだし、絡んでてもいいよね。虫にはかわいそうですが、錬金術の材料になってもらいます。綺麗な花には申し訳ありませんが、錬金術のためです。ごめんなさい。錬金術の素材に合いそうな木の実ですね。持って帰りましょう。蜂には申し訳ないけど、みんなの家使わせてもらうね。いた、あいつだよ。よし、それじゃあ早速。待ってください。むやみに突っ込むのは得策ではありません。せっかく3人で来ているんだから、ここは連携して戦った方が効率的じゃありませんか。連携か。うん、それいいかも。こうやって冷静に判断できるところはプラフタに似てるな。それじゃあ力を合わせて戦おう。もしかして私狙われちゃってる。任せてください。こういう時こそ連携の見せ所です。ですが、やられっぱなしはいい気がしませんね。じゃあ今度は攻撃で連携を見せちゃおうよ。賛成です。作戦を言います。2人とも聞いてください。
後ろを任せて。すごく痛いわ。正解だったね。さあ、目的の素材も手に入りました。早くカティのところへ報告しに行きましょう。